も皆さんこんにちは。霊夢とマリサだぜ。今回、とんでもない奇跡が起きてしまったので、今緊急で動画を編集してます。とんでもない奇跡？早く教えてくれよ。待って待って、報告は後で編集手抜きになるかもしれないのでそこは許してね。よろしくなんだぜ。ということで今回はブロスタの動画なんだけど、普通のブロスタのゆっくり実況は初めてじゃないか？そうだね。ちなみに編集した日は7月6日で奇跡が起きた後に編集しています。まずはこれを見てほしいんだけど。これは少し前に行われた、ブロスタチャンピオンシップ招待生特別イベントと、カオスカップが行われた時に、ツイッターでクリッピングキャンペーンっていう、面白いと思った場面をスクショしたり録画したりしてツイートするっていうキャンペーンで、抽選で10名様にスパイクのぬいぐるみがプレゼントされるっていうキャンペーンだったんだけど、まさか。はい、そのまさかです。当たりました。おお。正直欲しかったので、届いたら実写で動画にするかアイコンにしたいと思ってます。待っててくれなんだぜ。よかったな霊夢、報告は終わりか？もう一つあるよ。まだあるのか？こちらを見てほしいんだけど、これもツイッターのキャンペーンなんだけど、シーズン13のブロールトークが配信された後に、ツイッターで、ハッシュタグ、オクトファングギブアウェイというイベントが開催され、特定の人がオクトファングのスキンを抽選で無料プレゼントするよっていうキャンペーンで、今回はデックとラビスさんという方の抽選に参加したんだけど、なんとなく読めたわ。はい、当たりました。今日で運使い果たしたな。そうだね、ファングはブロスタのキャラの中で一番好きなので、当たった時、泣いて喜びました。本当に良かったな。このキャンペーンに参加してる人めちゃくちゃ多くて、このデックとラビスさん以外にも抽選ツイートしてる人もいて、その人たちもフォローとかリツイートとかして参加してたんだけど、本当に当たると思ってなくて、最初はなりすましが虚偽当選でメンションしてきたのかなって思ったんだけど、本当に当たってて発狂したわ。これがデックとラビスさんとの DM で、下の青文字がオクトファングのスキンを受け取れるリンクになってるよ。ガチで当たったんだな。動画も撮っておいたよ。こんな画面初めて見たよ。すげえな。どうやら回収を押してもすぐに受け取れるわけじゃなくて、受信箱から受け取るボタンがあって、今こうやって回収を押しても受け取れなくて主焦ってたよ。わろた。ここからだね。これは嬉しいな。主が興奮して全然受け取らなかったのでカットしたよ。めっちゃかっこいいな。このスキンを他のプレイヤーより先にゲットできたと思うとめっちゃ興奮するよね。わかる。いいね、めっちゃいいスキンだな。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。